なのお前。楽しいじゃん。かわいすぎるんですよ。かわいいよ。でも俺やらしてくれんならいかんよって言ったんですよ。LINE で。もうめちゃくちゃ嫌だ、ミオ、この人。なんか暗いとこでちょっと止まった。やらしい。夜景みたいなとこで。やらしい。やらしい。キスしたの。うわおうおう、やらしい。そんな暗いところで。お疲れ様です。今日社長来そうな愛知県で、ね、って思っ言った瞬間に角から岡部、なんかお前楽しいじゃん。え、俺が発情自分のことなのに。なおのもなんか最近女とばっかなんか会っとるじゃん。聞いてるぞ。違うっすよ、会おうとして会えてないっすよ。でもこの前女はしごしてたじゃないですか。固定っていう固定はいない。確かにね、なんかいろんな女と遊んでる。いやいや、あの全員薄っぺらい関係です。なんか付き合っとるって言ってたけどな。いや、その僕って最近が隠しとるだろ。いや、全然、絶対に、絶対に、だったら付き合ってないじゃないですか。はしごしてた。まずいじゃないですか、はしごしてた。彼女の後にね。表現もなんか合っとるな。確かに、そう言って言われてみちゃいます。まとまりとるわ。だったら付き合ってるじゃん。はしごはしないじゃないですか。確かに。だけど、飲み屋行ってるわけじゃないだろ、店。店には行ってないです。ご飯屋さん行って、飲み屋のこと。店行ったとしたら、もうそれは終わりまで待つ覚悟で。向こうが3時、4時。それを待てるなって思ったら行って、すごい、じゃあ行ってもいいんだけど、うん、その覚悟はできないから行ってない。あ、すごい。お前別にそれインスタだから女の子の女の子来ないよ。でもインスタでもし女の子が飛んでくるじゃないですか、うん、俺ドッキリかなって疑っちゃうんです。あ、ドッキリかなって思います。社長が仕向けたね。そう、お前警戒心強すぎるからじゃない。でも別に警戒心あることを公表してるわけでもないですよ。ああ、でも来ないんだ。でも来た時の心構えはしますよ。ドッキリじゃないか。ドッキリ、仕事だろ。ミオも友達一回遊んでるけど、可愛すぎて俺には無理かしてきた。可愛すぎるんですか。可愛いよ俺。いや、ちょっと可愛すぎて並べない。でも二人でなんか歩いてたから。でも気まずいよ。気まずいっすか。うわこれ絶対周りから見たら次やってねえやな。じゃあそうやって周りは気にするからですよ。いや、お前そう思いますよ。可愛すぎるは良くないですか。確かにめっちゃ可愛いけど、あれはちょっと可愛すぎた。可愛すぎて好きになるんですよ。恐れ多い。そんなやついねえだろ。いや本当に可愛いですよ。そう、見せたことあるじゃん、なんか写真で、うん、写真で可愛いやな。実物めちゃくちゃ可愛い。そんな変わんないですよね、写真とも。実物の方が可愛い。うん、それはある。そう、ちょっと見てみたい、そんな言うなら。じゃあ連れてきますわ、今度。彼女じゃねえよ。全然違う。セックスアピールが足りない。セックスアピールはキモすぎるから無理だと思う。だからそのアピールしてたよ。一回したことあるんですよ。なんでその。僕がなんだっけな、ご飯行こうって言って。誰に？飲み屋の人。ああ、ご飯行こうって言っていいよって言って、うん、じゃあ何時どこにするみたいな。でも俺やらしてくれんならいかんよって言ったんですよ、LINE で。え、もうめちゃくちゃ嫌だ、ミオ、この人。じゃあ女ってそうだろ。じゃあだからそやりもくなんだと思ったら冷めるもん、一気に。冷めるわ。極端だった。じゃだから、お前だろそれ。じゃ言い過ぎだよ。なんでそれと、まあそいつなんか別に。それで向こうはなんかその場の雰囲気だったらね、帰ってきて、で僕なんか頭多分悪かったんですけど、もう確定じゃないといかんわみたいな。最悪、もうこの人嫌です。もうそりゃ彼女できません。これ全部ノーカットでいくぞこれ。じゃだって普通に考えてね。じゃだけど恥ずかしいからそういうこと言っちゃう。お前の性格もわかる。別に恥ずかしいから、本当はそういうつもりじゃないんだよ。一回振り切ってみよう。振り切りすぎた。それはちょっと振り切りすぎたかもしれない。じゃなんか中途半端に隠して会うじゃないですか、その下心で。それをもじもじした感じで俺ずっと言っちゃうんで、で結局やれずとか会わなくなるとか。そういうの。え、だからご飯食べてる後とかに行かんとかだったらまだしも、それが言えないんだ。だから振り切ってみたら失敗だった。え、そこ振り切りすぎたんですよ。だからそこ振り切りすぎでしょ、まずは。じゃあ会っていいや、いいじゃん、別に。会った時にご飯食って、この後どうすんの、俺にちょっと言えよとかでいいじゃん。ちょっと遠いんで、会ってそれダメだったら。ホテル行こうよ、考えちゃう。いや、いや、そんな、そこをうまく持ってくんったら、ね。効率重視すんなよ、お前ら。うわ、
ねえお前。段取りちゃんと完璧にして。ちょっと今度なんか、今度なんか私の友達とまた違う子でね、しおさんと4人で焼肉パーティーしようって言ったけど、ちょっとやめたいもん。しかも聞いてないっすよ。なんか約束済みみたいな感じ。肉食う前にこれだけ確認だけど、今日は俺いけるのって言っちゃう。言っちゃいますね、多分。めっちゃやだ。俺肉食って精ついちゃうからね。めっちゃやだ。焼肉パーティーもしたくないでもそれは、まあ勘違いしないでほしいのはその、うん、その一人。それでダメだったんで、学んで。あ、失敗したなって学んで。ちょっと雰囲気のやめよ。ダメだ。どっから入ってるんですか。足は全員。それは僕にその深掘りしてこないからさ。浅い情報で女と遊んでるっていうのだけを流して、女と遊べてないっていう現実を知らないです。実はね、約束してるけど。アポイントはあるけど。当日ブッチが多いと。そうそうそう。で、僕も別に詳しく言わないじゃない。うんうん、向こうも聞いてこない、うん、だから向こうの情報は遊んでるんです。うん、僕去年マジ好きな子いたんです。おう、それでどこで知り合った？それは名古屋駅の方で飲んでたのかな。酒屋かなんかで。酒屋、まあ、スナックみたいな。スナックの女の子。あ、女は客で来てた。おうおうおう。で、それ俺その地元の友達が名古屋に来てて、おう、それ一緒に行って、強っぱらって声かける。で、声かけ。中飲もうってなって、でその場楽しく飲んで。何歳の女性や？僕の一個か二個ぐらいした。ミオと同じ年ぐらいで。で、ちょっと面白い話じゃん。LINE して、まあ LINE するじゃないですか、普通に。書き方が普通に顔が変わった。僕も本気だから、もう絵文字とか使って。めちゃくちゃキモいやん。めちゃくちゃキモい。顔文字使わないとか、俺お前にも絵文字つけるじゃん。使い方にもよるかもしれない。常につけてんの。常につけてんのはちょっとだるい。あ、そうなの。なんで後日、その1週間か2週間ぐらい空いて、空いてあったんですよ。マジ？おぉ。で、二人で。まあ別に。で、その子が岐阜の子だったんだけど。岐阜ってマジでなんもないじゃないですか。岐阜まで行ったの？で、その子会って。こう二人。まあすることないんで、まあドライブぐらいじゃないですか。お前ぐらい会うとしよう。バカにしすぎだよって。めちゃくちゃ嬉しい。岐阜は何にもないですよ。飲食店はあるだろ？ファミリーマートしかないですよ。あ、でも、しかもコロナの時期だったから余計じゃない？は？去年とかなんかコロナで店が何時までみたいな感じだったから。僕仕事終わってから行って、お風呂とか入ってなんだかんだ9時前とかです。そしたらもうここ何にもやってなくて、あ、もう店やってんやな、こっちもやってなかったんですか。で、もうやってないから、じゃあご飯食べてから集合しようって、うん、集合して、でも2人で特にすることもなく、うん、だらだらと車走らして、なんか暗いところでちょっと止まった。やらしい。夜景みたいなところで。やらしい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 。で、これでもう俺もう止まったし、ね、これはいけると思って。お前が止まったんだろ、でも。まあいけると思ったから止まった。ああ、なるほどね。ちょっと会話が、はい、ちょっとそういう話になってきた。これはいけるなと思って。うん、あ、これいけるなみたいな。で、キスしたんですよ。うわっ、おうおう、やらしい。そんな暗いところで。やらしい。わざわざ止まって。で、それでなんかちょっと気まずい感じ。なんで気まずくはないですけど、なんかこう恥ずかしい。ああ、なんかあんまりにも恥ずかしい恥ずかしい。これ間接的に拒否られてないから。いや、それは考えすぎだ。考えすぎだよな。いや、本当に嫌だったらもうやめてとか言うと思うんですよ。だからする前にうわーってなる、なると思う。でもまあまあ、じゃあそれは受け入れてくれたわけやん。そうですね。で、別にそれ以上なしで帰ったんですよ。お帰り際にキスとかもしてた。おうおう。うわ、まあ、その一発だけじゃないんだ。あ、そうそう。何回かしら。何回かしら。多分結婚してます。うん、10回ぐらいしたんだ。多分してるっす。うわー。時間が向かって。いや、恥ずかしさでもめっちゃ。10回ぐらいした。多分10回ぐらいした。あ、でも時間長い。2時間ぐらい。うん。で、帰るじゃないですか。うん。で、帰って、で、僕一番。ちょっと本気だね、その日にホテル連れてなんていうのはちょっと本気だな。これ、それ以上は、今日はやめとこう。自分で。で、しかももう内心的には絶対いけるやんって思ってるから。うんうん。で、その後、LINE 来て、今日はありがとうみたいな。うん、でもそれ来た時点で結構安心するんですよ。うん、よかった、大丈夫だ。ナイスって。ナイスって。その3日後ぐらいから LINE が返ってこなかったんですよ。なんで？分からんすよ。何？送っても。そうです。で、俺ちょっとしつこくて、なんか何ヶ月、1ヶ月ぐらい空いたらまた送った。うん、何してんの？3日間 LINE してたんですよね、その会って、今日はありがとうから3日後ぐらい、その3日間に何かがあったかもしれないじゃん。ないないない、マジ普通の日常会話。今までと一緒に。彼氏ができたとかだったら言ってくれよっていう。確かに。言ってもいい。それか、冷めたかもしれない。その3日後に。
キスした瞬間に冷めない。そう、いやなんか別にその日はまあ楽しかったみたいな、アドレナリンで終わったけど、次の日とかによくよく考えたらなんか冷めたなって。そうなんだ、女は。わかんない、私はその人わかんないですよ。そっから俺はもうあんまり恋愛するのやめた。なんで結局一緒にやめた。どこまで行っても信用できないですよ。じゃあだから そっから一回も帰ってこないですか。帰ってこないよ。おかしいよな。電話とかしてることじゃないですか。厳しい、練習じゃん。なんかしたとか言って。でももう聞きたくないっす。もう 100% マイナスの要素するから。まあ今はですよ。それは分からんでしょ。重視したらそれなりの本気でしょ。いや分からん。誰とでもしちゃう系の子もいるかもしれない。確かに。なんかのその時のノリとか雰囲気でしちゃったけど、後々考えたら違えなっていうのもあった。これ以上あったら逆に付き合わなあかんから嫌だな。とかなんかこの、あ、そういうことか。これ以上あったらなんかあるなとか思ってるのかもしれない。なんかセフレになっちゃうなみたいな。興味ないんだって。絶対嘘。無理。そっとしてそう言ったらもうダメだぞ。もうそろそろ尺がなくなってきたからかも、うん、この話もできた。失恋聞けたしね。失恋聞けたし。今日も岡部君の恋愛、まあちょっと最近はなんかピンク話も多いってね聞いとったんで聞きに来ましたけど、まだまだピンク話聞けないようで、ほっこり動画ですね、ほっこり動画になっちゃいましたけど、はい、あの足場の買い取り、足場の買い取りと実習生、はい、実習生はあのなたオンライン、ナイロパートナーズ、ナイロパートナーズっていう、まあ、組合作って、はい、そこであの副理事がね、女性の方ですけど、はい、対応してくれると思うんで、はい、ぜひ実習生興味あるとまた声かけてください。あと飲み会、はい、飲み会じゃないけどこれあなた、まあ、いろんなイベントをするよって、そうそう、これ概要欄に貼ってある、はい、いやまあ飲み会イベントみたいな感じになっちゃってるけど、合コン、合コンとかもあんなに興味ありますよ。さっきライとか言って。でこれ100人ぐらい集まって、要は今回は足場のあれです、案内を送るために登録してくださいって。しょっちゅうやるじゃん、足場の名刺交換会だとか、大阪行くんで集まれる人集まってくださいとか、そういうのをやろうと思ってますね。その都度違いますか。そうメールで来て、参加不参加が押せるようになって、参加不参加押せるように、あのぜひ登録していただけたら、ちょっとずつ女性も来て、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、ぜひあのそちらの登録もよろしくお願いします、はい、お願いします。せーの、またねー。